ね、はい、それでは早速ゲストをお招きしたいなと思っております、ドラムレスポストロックバンドニュービボージンの皆さんです。よろしくお願いします。一人離れたところから水野さんが京都でいらっしゃってる感じですね。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと変な感じでしたね。時差が、あるのかなと思ったけど、これはわざと小峰くんが仕掛けてきてますよ。水野さん、これは今意地悪仕掛けてきてます、ね、今京都何時ですか。京都ね、朝の朝じゃないですよ。小峰くん本当ぐちゃぐちゃにしないで番組の進行、はい、じゃあプロフィールの紹介から小峰さんお願いします。じゃあ皆さんプロフィールの紹介させていただきます。ニュービボンジャーですね、2014年に結成され、もう7年目を迎えるドラムレスポストロックバンドの、マニュピレーターの森哲人さん、哲人と言いますと中心にギターボーカル水野翔太さん、ユノワっていうバンドでも所属しているバンド、だったりベースの河合さん、他にバンキューでバンドもやられている、その3人が構成されているバンドになってまして、まあ、東京中心にライブを行いつつ、まあ、各メンバーは神奈川、京都と千葉と拠点を音楽を制作を行って、ね、まあ、自らの活動を DIY ベッドルームプロジェクトと名乗っているという、いやもう本当にニュービボージンはですね、あの楽曲リリースごとするごとにいろんな楽曲 の、 あの、ね、試みをして、うん、もう毎回新鮮なサウンドが素晴らしいなというバンドになってまして、もうどん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 その魅力を今日深掘りしていけたらなと思ってますので、まず今日一人ずつちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか。じゃあ森さんからお願いします。はい、マニピュレーターやってます森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森哲人ですから。哲人です、ね、鉄人28号の鉄人だと思っちゃいますけど、ずっと鉄人さんだと思ってたんですけど鉄人さんね。鉄人の方が多いです。いや鉄人の方が多いですか。そうだよね、森鉄人だよね。そうです ね、 ね、いいいいいい、いやいいですね。さあじゃあギターボーカル水野さんお願いします。自己紹介。京都からです、水野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいいですね。ちなみにニュービボージンの中で水野さんは立ち位置的にどういう立ち位置ですか。パートは何ですか。僕はギターボーカルですね、主に。はいはいはい。あ、皆さんが作る曲に歌を、まあ、乗せて展開を考えていくみたいな感じが多いかなっていう感じですね。キャラクター的にはどういう立ち位置ですか。キャラクター僕がね結構仕切ってるつもりなんですけどね、めっちゃいじられる。そういう感じで結構、いや今日もね実は水野さん、これぶっちゃけちゃいますけど、マイク用意してたのに、はい、マイクから音が出ないっていう。わざわざ京都でマイクすごいいいの用意してるんですよって小峰くんからもこうレスが入ったんですけど、そこから出なかったんですよね。ね、これネタです。完全リバーブもかけてたそうですよね、はい、もう何も言えなくなっちゃうね。じゃあ最後に河合さんお願いします。はい、ニュービボージンのベースの河合です。バーキューってバンドでもベースやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。その3人 の、はい、あの出会いというか、なんかさっきちょっと聞いてたら実は同い年らしい同級生っていう、ね、そうですね、うん、聞きたい、そ の、 じゃあそうです、ね、3人の出会いを、これはじゃ あ、 あの河合さんから、はい、お答えいただこうかな。お願いします。分かりました。まあ、簡単に言うと水野と僕が中学校の同級生で、あ、そうなんですね、はいはい、水野とテム森が、高校の同級生でみたいな形で、あ、まあ、ちょっとずれてた状態なんですけど、それでもともと同級生で知り合いで、で、まあ、ニュービボージンの結成ってなってきたタイミングが大学の卒業寸前ぐらいの、まあ、みんな同い年なんで同じタイミングだったんですけど、その僕ら3人ともアルバムを作ってなかったので、はいはいはい、もうその急いでもう大学を卒業するまでにアルバムを作ろうみたいなのが出発点で、はいはいはい、お互いがテムを中心になんかつながってったみたいなところがあって結成につながってますね。あ、そうなんですね、はい、いやめちゃくちゃちょっと細かくて気になったんですけど、テムって何ですか。あ、森さんのあだ名あだ名です。鉄人の鉄をテムってなんかなってて、みんな呼ぶんでるのが、あ、テム、要はね、ドラミってことだ。あ、そう、同じですね。お前ドラミなんやねんって感じだったんですけど、自分もわけわかんないんだからね。わけわかんないから同じっすね。テムさん、いやいや、いいじゃん、いいじゃん。ちょっともうみんなさ、でも俺ももう一回聞くけど、ニュービボージンってなんでニュービボージンって言うんですか。なんでなんですかってことです。もう一回聞かないでこれ。お願いします。これじゃあ誰、これじゃあ面白いこと答えてくるさな、水野さんに。
マジか。マジかって。みずさん、ここボケなくていいです。ボケなくていいです。全然。はい、いや、本当に、あれなんですよ。なんか、新しいこと始めるからニューは決まってた気がするんですよね。はいはいはい。で、美貌人はね、なんかね、昭和居酒屋かなんかでみんなで飲んでたんですよ、なんか。はいはいはい。で、なんかまあ、ポスターがこう、なんか未亡人の映画みたいなポスターとかあったのかな、なんか、ちょっとそれで、なんか、その場のノリで決まった感はありつつ、まあ、絶対検索で誰かとこう、被らないようにしようみたいなのがあって、はいはいはい、まあまあ、違和感あるけど、いいんちゃうみたいな感じだったかな。はい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 、テム君がちょっと言いたげなことあったから。テムさん、お願いします、ここは。あのバンドの検索だと被んないんだけど、うん、はいはい、有望人で調べると、ジャンル違うね。そうそうそう、ジャンル違うね。こうたくさん出てきちゃう。そうそうそう、あの、ちょっと、未亡人の死ぬ系のものの検索結果が出てきちゃう。そういうことね。それはしょうがない。それはしょうがない。それはちょっと、話しにくい。話しづらいことで引っかかってしまういや面白いですねいやもう早速、まあ、まずじゃあニュービー坊人さんの楽曲聞いてどういう楽曲を奏でてるのか聞いちゃってもいいですかね。そうだな、いやなんか今回の放送に合わせて新曲を仕上げてきてくれたという感じなんで、そうなんですよね水野さん。そうです、そんなさらっと、すごいね。あの間に合うかっていうことで、かわいくんのそうなの、初出しかよ、すごいですよね。いきなり今日リリースのされた、じゃあ楽曲こちらご紹介よろしいでしょうか、どなたか。じゃあ森さんではい、出来たてほやほやです。今日配信開始しました、フォワードです。聞いてください。隠れ蓑のように時間ばかりを溶かして、もう素敵な曲だなというふうに思いますけど、空間の広がりがすごいですよね。俺そのニュービー坊人さんの曲をねもともと聞いてどんな人たちだろうなと思ってたけど、やっぱすごい繊細な曲が多いわけですよ、はい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 、水さんのボーカルもそうだったんですけど、全然あったらお前らちゃうやん曲と全然ちゃうやん繊細さのかけらがない。いやそんなことない、そういうことよ、そういうことじゃないですか。そんなあそうじゃないよ、そういうふうに理解しちゃって、ギャップがいいよって言おうとしたんだよ
語彙力、語彙力。危ない危ない危ない。語彙力、語彙力ですね。危ない危ない危ない。なんていうの？喧嘩売るとか。曲をさ、本当聞くとめっちゃ繊細っちゃ多分なんていうの？こうラジオ DJ としてインタビュー、もうこれ僕インタビュー番組もこれまで JFN 系列も多かったんですけど、うん、なんかこうピリッとする感じの人多いんですよ。うん、質問答えても喋ってもらえないとか。うん、あるわけですよこのラジオあるあるなんですけど、俺なんかこう明るいタイプの MC なんで、はい、どんどん俺のばっかりになっちゃって、後で編集したら俺しか喋ってないじゃないですか。怒られるっていうのがあるんですけど、それぐらい特に水野さんなんでね、うん、こんな繊細な声なんでなんか全然喋ってくれないのかなと思ったら、まず自分からリハの段階から落ち作って水野さん、おい聞こえますかみたいなから始まったんですけど、皆さんなんつうんですか、このなんていうの、繊細なこの曲、しかもその音の作り方も非常に、このボーカルとかもファルセットもそうだし、この低音 の, この入れ方とかも、まあ、あとビートがこう変則になるこう感じとか、めちゃくちゃ繊細に作ってるんですけど、これはどういう風に作られるんですか、まずこの繊細な曲は。ボーカルから入るのか、トラックから入るのか、制作過程ですよね。聞きたい。そうですね、曲によっても全然違うことが多いんですけど、はいはいはい、もうもともと3人で集まれることができれば、はいはい、それこそトラック作りから、はい、もうセッションでそのまま作っていくこともありますし、はい、今回のフォワードみたいな楽曲は僕からスタートして、川合さんから、はいはいはい、トラックを作って水野に渡して歌と、はい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 、ギターとベースと入れてもらって、最後テムがアムマスタリングっていう感じになるんですけど、はいはいはい、まあ、僕が撮ってるテンポと水野が撮ってるテンポだったりとか違かったりとかするので、多分それでうまくやってくれるのがテムで、あ、じゃあ実はニュービーボージーのまとめ役は森さんってことで、まあ、最終的に編集するのが私なのでまとめてんじゃないかいや、なんだろう、森さん、テム君が今指揮者っぽかったよね、すごい、ノリ的すごい、なんかじゃあそのテムさん的には、はい、まあ、俺はもうテムちゃんって呼んじゃうけど、うん、そのこの2人のなんつうの、合わせるその妙みたいなことはさ、はい、どうあるんですか。ああ、ありますね。やっぱり、まあ、ずっと水野の声を使ったりとかしてるので、うんうん、美味しいポイントは、まあ、私が一番知ってると思うし、そうだよね、河合がこういうところを出したいんだろうなみたいなところも、まあ、話していく間の中で出てくるんで、そこをまあ中心に、まあ、前に出るように編集してあげるっていうのをやってます、うんうんうん、なんかそのニュービモージンとしての出し、かなりいろんな音をやるわけじゃない、まあ、皆さんもこう Spotify とか、まあ、どんどんこう探してもらったら最初に S から、うん、ニュービモージンの曲聴けるわけだけど、うん、俺ももう小峰君からプッシュされた時から聞いてるんだけど、だいぶ幅広くて水野さんの声がやっぱりこう統一的にあるっていうところはすごい俺も感じるんですけど、こうどういうところを表現していきたいっていうのはなんか具体的になんかあるんですか。どういうところ、そうですね、難しいところではあるんですけど、結構反映されるトラックだったり、うんうん、楽曲についてはその時の生活のリズムとかが反映されてると思うので、あ、そうなんですね、割と書いてくることとか、はい、歌詞で出てくることとか、僕らは歌詞を書けないんで、はいはいはい、水野から出てくる言葉とかで、あ、こういう感じなのかなって分かったりとかもするので、あ、それでちょっとアレンジを加えたりとかして、そうですね、いろいろ音のプログラムが出てくるところあるんで、ちなみに水野さんはその歌詞のインスピレーションはどういうところで来たりするんですか。まあ、普段からまあメモは書いてるんですけど、はいはい、でもやっぱりね、あんまり結構どうしても個人的なこととかになってくるんで、社会人にもなってね、30手前になるとあんまりこう言いたいこともなくなってくるんですよ。早いよ。早くないですか。上がるの早いですね。本当に俺なんて言いたいことしかねえわ。本当にすごいね。まあ、でもなんか、ですね。ああ、そうなんですね。心だから、でも心穏やかな方なんですね。普段から結構もう悟りを開いてる感じにがもう開いてる。なんかでもその中でこう心がサラサラって動いた瞬間に出てくるワードの上積みというか、それが確かに確かに。それはでも感じるわ、曲でなんかわかる気がしますね。ちなみに結構リスナーの皆さんからマニュピュレーターって何って来てるんですけど、用語の解説用語の解説というか何の何リーダー的な存在ですかみたいな。あの
この話できればしたくなかったんですけど、はい、ややこしくなっちゃうんで、はい、まあパソコンをよく触る人ですね。あざっくり言うと、ざっくり言うと、そんなことはない。あーって言っちゃったけど、そんなことない。でもやっぱ曲をまとめる人ですよ。まとめ上げる人ですよ、ね。まあそういうことですよね。調整とかさ、マニピュレーションっていう、あのかなり DJ とか DTM とか、あの僕のような DJ の界隈では非常に大事なポジションですよ、マニピュレーターさんあの僕もかつてその全然曲作りができない時にその楽器が全部できたりとか、そのマニピュレーターさんに弾いていただいてスタジオで全部まとめてもらって、俺はこういうの作りてんだけどみたいな、で俺が勝手にこう作ったすごい雑なトラックをきれいにしてくれるっていうそういうところをマニピュレーションね、マニピュレーターさんでございますので、きれいにまとめていただいてありがとうございます。ピッツさん、そうですよ、マニピュレーターさんって非常に大事な役割を担ってます。指揮者みたいなもんですから、本当に指揮者みたいだけどさ、うん、まあ、せっかくなので、じゃ あニューミボー人がバンドとして影響を受けた曲っていうのもオンエアしていきたいなと思います。じゃあこちらの曲は誰が紹介してもらいますかね。じゃあこれも私で、あ、お願いします、はい、じゃあ曲紹介してもらって、またなんかいろんなエピソード聞いていきたいなと思うので、はい、まずは曲紹介お願いします、はい、C 界でファーザー、ファーザーですけれども、どんな あれですか、影響を受けたというか。そうですね、このシーカイってバンドなんですけど、うん、はい、まあ、私たち今ドラムレスロックバンドみたいな感じで言ってるんですけど、 はい、その先駆けみたいな人たちで、あ、なるほどなるほど。だからあの曲を作る時もそうだし、はい、あのライブで表現する時も、はい、参考にしてるアーティストで一つです。そうなんですね、はい、シーカイは、まあ、オーストラリアの、調べたらあの、あ、ね、トリオらしいんですけども、どういう流れの文脈できたアーティストなんですかね、文脈というかフライングロータスはやっぱそういう感じですかね。一応 IDM のくくりで、うん、話されることは多いので、フライングロータスとかもあると思うんですけど、うん、あとはまあ交易関係の中だとマウントキンビーとか、あー、マウントキンビーとか、あー、そういう流れか、昔仲良くてで一緒に FIFA やってのゲームやって負けてから気まずくなったり、そうなんですね。でもそのドラムレスでロックで、はい、ポストロックっていうところがなんかこう、うん、まあ、ポイントなんだなっていう今のね、うん、シーカイさんの曲を聴いてても思いましたね、うん、あ、まあ、あとさっきなんか森さんにちょっと質問したんですけど、よく聴いてる音楽なんですかって森さんが聞いたらさっきレディオヘッドとトムヨークを擦り切れるぐらい聴いてるっておっしゃったんで、あ、でもわかるかも、なんかそこら辺のやっぱ影響も感じられますよね。へー、面白いね。でもやっぱそこのやっぱマニピュレーターでまとめてるからこそ音像がそこに現れきてるなっていうのは思いますよね。そうだ ね、 そう、そう、なんか表現の仕方あれだけど、こうなんか偏差値が高い感じがする。いや、すごいですよね、俺たちのダンスのあーい、あーまあっていう感じさ何の曲かっていうのは、まあ、みんな想像してほしいけどなんつうの、セックスピストルズとアナーキン・ザ・ UK とみたいなさ、またちょっと違う感じの ね、 いや、また面白い。3人それぞれなんか音楽のジャンルの持ってる守備範囲が違うので、それによって出来上がる音楽がやっぱあのニュービボンジで面白いかなと思うので、今後もまた河合さんはあのそっち系の音楽が好きだ ね、 そうですね、スカッシュとかが好きだっていうところで、いやそれも CM 明けにちょっとねいろいろと掘り下げていけたら面白いですね。水野さんのについてもどこまで掘り下げられるか分かんないですが、ちょっとぜひ今後ね、あの深い間に寝ちゃってた水野さん、いや大丈夫だ、じゃあ CM 明けにまた聞いていきましょう。エンター FM897 センサー2対8 9 7センスター DJ のカーテンが生放送でお送りしております。さあ今夜はタワーレコードを立ち上げたキュレーションメディアタワードアーズ北に小宮隆さんと共にドラムレスポストロックバンドニュービボージンの皆さん来ていただいております。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。森さんと河合さんがスタジオ、水野さんが京都から、京都でしたよね、リモートということで変則スタイルでございますけれども、改めてよろしくお願いします。お願いします。まあ、さっきちょっと支援前にね、河合さんは実は激しめの音楽というか、まあドパンクとかが好きだっていう話してましたけれども、はい、うん、バンキューという、はい、バンドもやられてて、はい、そっちは何、どういうバンドなんですか。いや、もうそれこそ、まあ、パンクロックから
そうですね、影響を受けてるのもやってますし、もう本当にロックンロールバンドで、素直なトリオですよね。この前アルバム出たばっかなんですよね、はい、この前アルバムが出まして、そうですね、いやまたそれもそのアルバムの内容もめちゃくちゃかっこよくて、本当なんかセックスピストルみたいな初期パンクの衝動が感じられて、ね、これもまたバンキューも楽しみで、これ面白いですね、ブラッディサスティブッチャーズみたいな感じの感もありますよね。あ、もうブッチャーズも大好きですね。そして、水野さんはユノワという、まあ、音楽活動というかもされてるんですね、プロジェクトも。そうですね。こちらはどんなプロジェクトになるんですか。まあ、これ京都でやってスリーピースロックなんですけど、まあそうですね、まあ、暗めのメロでエクステリメンタルなロックを目指してるみたいな感じですね、いや結構そっちも結構実験だけど、ダブとかなんかすごい、そうですね、取り入れたりとかして、うん、まあミニマルな生演奏なんですけども、うん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 、なんかすごいダークで、こうなんだろうな、本当にこうどこすごいもう京都の 夜中を徘徊してるみたいな音楽ですよね。ちょっと伝え難しいのちょっと伝えにくいかな。なんとなくあのこれはセンサー中のスタッフがフォローするようにお願いします。年度末なんだよ、ちゃんと最後お願いします。やっちまったな、はいはい、まあ、そんなね、お二人はそれぞれのプロジェクトも やられてますけれども、はい、それをじゃ あのまとめるテム君ですね、はい、なんとすごいこう機材がすごいんでしょ、要塞と呼ぶ、もう要塞タクのタクすごいね、タクタクがタクっていうね、え、なんでその機材オタクなの。機材オタクですね。あ、すごいね、いや、どうこのインター FM の、あのいわゆるタクはどうですか。もう早く見たくて、あ、やっぱりうずうずしてました。いや、うずうずしてました。いや、でも本当に、いや、ニュービボージンは今までに活動7年間してて2回しかライブをやっていないという、どういうこと、貴重などういうこと、貴重なライブを2019年にやられました。それを見に行かせて、はい、ご拝見させていただいて、すごい、ね、その時にもう森さんの まずそこに目がいっちゃって、もう準備するのにすごいもう音ってすごかったですよね。それどっかに上がってんの、そのライブ動画とか上がってないか、上がってない。 YouTube になんかティザーみたいなのがちょっと、ティザーみたいなのがちょっと上がってるぐらいですね。あ、うん、ライブはあんまりやらないのはなんでなの。もう機材が多すぎて持ち運びがちょっとやばすぎでしょそれ。面白すぎるじゃん。いや、もう本当のもう、え、水野さん、そのでかい機材は必要って思ってる、ちゃんと。いや、なんかでも最近すごいコンパクトに従ってしたみたいな話は聞きましたよね。いや、すごいね、みんな本当にあんな優しい曲でなのに機材すごいって、全然できないって、興味津々でしょこれ、みんな。いや、でもまあ、でもそのトラック制作するときもそのアナログで制作されてるんですよね。あ、まあそうですね、だからああいう奥行きのある音が出たりするんですよね。だから重たいんだね。もうだからさ、そういうことか。うわー、ここ やばいね、これね、ヘッドホン、いいヘッドホンで聞くと、うわ、重てってやつですね。キック重て、水野さんの声すげえかっこ、上がすごいサラサラっとしてるのにってことですね。でもやっぱドラムレスだからこそ、やっぱそこでその音像、やっぱ迫力を出すためにその機材が必要になるってことですもんね。うん、確かにね。いや、それが本当に、確かにライブの時迫力すごかったですもんね。水野さんの歌声も本当にすごかったんですけども、ファルセットのボイスの歌声も生で聞くとよりまたすごいんですけど、そのちょっと個人的にもやっぱ気になるんですけども、やっぱさっきのちょっとプロジェクトの方に戻るんですけど、それぞれあのユノワとか河合さん、バンキューでいろいろやられてるんですけど、そのニュービボージンで楽曲制作する時のその水野さん的、ちょっと水野さんにお聞きしたいですけど、その住み分けの仕方ってな、はい、どういう感じでやられてるんですか。そうですね、まあ、でもユノワは本当にみんなでスタジオで入ってジャムしてっていう感じなんですけど、はいはいはい、手探りなんですよ、そういう意味でも、はい、それが楽しい感じなんですけど、ミュービボージンは、まあ、みんな聴いてる音楽違うけど、いい曲だねって思う曲多分絶対一緒なんで、へ、なんだろう、みんなが作ってくるトラックがまあ大丈夫っていうか、まあ、ほぼ聴かなくても多分大丈夫くらいの、なんていうんだろう、もう本当幼馴染な感じ、はい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 、もうその昔、まあ、そしたら、はい、うん、あとは作ってくれたら歌乗せたらできるかみたいなノリですけどね。あ、もうやっぱじゃあ、まあ、やっぱ楽曲ごとに水野さんがトラックベース作ったり、森さんが作ったり、河合さんが作ったりって、やっぱそれぞれあのシングルによって違ったりするんですか。そうですね、まあ、ただ僕は上物が多いんで、はい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 、基本
基盤作るのは2人が多いですかね。あ、そうなんですね。へえ、面白いですね、はい、そこに水野さんの歌声が入ることこと、あの統一感があるってことですね。へ、ね、うん、面白いですね。ちなみにあのその楽曲出すたびに、まあ、また同じちょっと系列の質問になるんですけども、出すたびに新しい試みとか要素をこうどんどん加えていってると思うんですけども、そのインスピレーションの源、まあ、やっぱトラック作られてる河合さんとちょっと森さんに改めてお聞きしようかなと思うんですけど、どういうところから、ちなみにさっきフォローかけしたフォワード、フォワードはどうに関してはどういうところからインスピレーションを受けたんですか、河合さんは。あ、もうフォワードとかはそのサンプリングをしていろいろとやってみるっていうところで、はい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 、ちょっと実験をしたいって思ってた楽曲だったんで、はいはいはい、スタートとしては、うんうん、そこの部分でいくと、まあ、さっき話題にも出てた IDM の人たち、はいはいはい、まあ、マウントキンビとかもそうですけど、特に昔の2012年ぐらいの、まあ、はいはい、そのサンファーとか、あー、サンファーとか、はい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 、ポストダブステップって呼ばれてる人たち、はい、たジェームズブレイクとかも含めてってことですね、はいはいはい、含めてあそこら辺の人たちとかの、まあ、影響も受けて、まあ、フォワードとかは結構触れて、うん、触れて進んだところがあったっていう感じですね。森さんはどっからインスもうやっぱレディオヘッドと、そうですね、音楽的にはやっぱりレディオヘッドとトムヨーク、あとはビビオとか、あ、うん、ビビオか、はいはいはい、はい、っていうところもあるんですけど、僕のインスピレーションってやっぱり機材に頼るところが多くて、あ、はいはい、あのサンプラだけでも4つぐらい持ってたりして、サンプラだけ4つすごいね、全部同じじゃないですか、全部同じじゃなくて、はい、音の切り方も全部変わるし、あ、はいはいはい、で波形見ながら切ったりするのもあるし、波形全く見ないで切ったりするやつもあるんで、ね、あ、だからそのアナログ感で生まれるものもあったりする。へえ、面白いですね。これ最高ってなったらもうそれで、うん、確かにね、いやー面白い。だからまあ本当に3人の非常に感覚的なところから生み出される音楽というのに、今水野さんのやっぱり素晴らしいボーカルがね乗っているというような感じなのかなと思いますけれども、まあかなり喋ったのでもう曲をね、また聞いてもらいたいなと思いますので、じゃあこの曲紹介は誰からいきますか。指坊主の曲ですが、じゃあこれは水野さんからいきますか。はい、じゃあ19年のライブするってなってみんなで作った曲で、まあ、その中では頂点の一旦ここになんかこう執着したかなっていう曲です。バプトという曲です。お願いします。そうかな。
これもまた本当に劇的な展開をする楽曲なんですけど、なんか俺はもうね、あの終了と外、そしてまた出発みたいな感じがしまして、リスナーの皆さんもセンサー終わるんじゃねえかって、終わんねえわ改変乗り越えたって言うとるやろかだけど木金がないんですよ。 あるんだよ、あるんだよ、木金もやるんだけど、4月はあの Spotify の特番があるから、たまたま、ね、はいはい、1日からいきなりなくて金曜日もなくてってなっちゃってるから、今日で終わりなんじゃないかと思ってる人いるかもしれないですけども、そうではございませんので、安心しました、終わるのかと思ってました。そう、もう小峰のランですよ、もうそれ。ここはまたその小峰のランぶっ込んでくるのはやめていただいて、あ、高坊さんがハッシュタグ SS89 なんでね、今この曲ですよ、まさに何これいいじゃないですかと、シンプルに聴きながら分厚い空間出してますねと、ドラムなしでロックバンドってめっちゃ興味ある響きっすって言ってますね。伝わってるよこれ、伝わってますね。いや、あと夢塚さんがこういうなんかご質問があるんですけど、こういう曲作れる人の頭の中どうなってんだろう、何を見て成長してきたんだろうか考えちゃいます。確かに。これちなみにバクとどういうインスピレーションから生まれたんですか。一番最初は僕と水野で、はいはいはい、なんだろうね、インドのあの洗礼の動画、洗礼の動画で、どう見たっけ。あ、なんかそうね、なんかあれ洗礼してる動画だね、ライオンキングみたいなことって言ってみる。そう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 、あのエンギャーってやつですね。いやもう全然わかんない。あ、違う、お子さんが生まれた時に赤ちゃんからアイヤーってやつ。いや、ちょ、ちゃんと違うですね、小峰くんちょっと小峰さんからすごいですね、全部お願いします。アイヤーじゃ全然わかんないだろう。最終的にはアイヤーなんです。最終的にはね、最終的にはだけどね。でアイヤーの前に、まあ赤ちゃん生まれたら、はいはい、まあ、なんかその清水みたいなところに一回つけるんですよね、うんうん、ここ、はいはい、でそれでポチョッとつけて、まあ綺麗な体にして、はい、で牧師さんが赤ちゃんを持ち上げて、はい、アイヤーと、はいはい、アイヤーえ、そのアイヤーって声をサンプリングしたんですか。サンプリングして、はい、で切り刻んでみたりしたら、結構面白そう。え、あ、だからさっきのアイヤーって声入ってたっけ。多重練りってやつですよね。あ、そこがアイヤーってことですね。ヒンドゥー語なってことなんですね。そうそう、面白い。すげえ、そうやっていくとまた違う。なんか全然違いますよね。うん、これだってこの曲小峰君ライブ見たらすごかったでしょ。本当にすごかった。ライブで生で見たんですけども、音像の広がり方がすごくて、もうより多分普通に聞いたらただ低音がすごいと思うんですけど、もっと骨の髄までくる、まあ、なんか広がりがある、広がりと、まあ、やっぱ水野さんのファルセットの歌声がこう合わさって、より荘厳な空間が生まれてたっていう。いや、もうそれをあんやーまとめるコミュニティのなさ。わかるけどさ、それは違う、白なマッタの方になっちゃう。全然違うよ、全然ドラムレスな感じしないですもん。違いましたね、失礼しました。いやすごいね、でも本当にニュービー坊人は、うん、いや面白いな。もうジンギスカン斉藤さんもさ、こんなかっこいい曲作れたら人生楽しいんだろうなっていう風に。そうよ、いやもう本当にすごいっすよね。これさ、どういう環境で聴くとこの曲はいいかな、ウテム君が教えて。これは僕は、まあ、密閉の、ヘッドホン、うん、で自分でそれで作ってるんで。そっか、はい、オーディオテクニカのやつがいいです。ちょうどいいタイプ、オーディオテクニカ使ってるよね今、はい、そうなんだ。じゃあ皆さんぜひ参考に。水野さんなんかどうですか。あ、これはね、絶対僕はフジロックのホワイトステージで鳴ってるイメージですね。ああ、もうやっぱ行こうぜ行こうぜ。間違いなくでっかいもう機材で卓を持ってっちゃって。そうだよね、広いところで出したいよね。この音はね、広々と。これはね、水野さんもちなみにエフェクター卓だったりします。僕はね、エフェクターそんなでもないですよ。あ、結構やっぱシンプルにまとめてる。シンプル、もう基本的にシンプルですね。そうなんですね、そこは。はい、面白いですね、そこはちょっと違う感じでやってる感じだと思うんですけど。いやでもこういう、まあ、いろんな音楽とか、もういろんなインスピレーションを受けてると思いますけど、結構新人アーティストとか掘ってたりしますか、皆さんは。そうですね、それこそ Spotify とか Apple Music のプレイリストを聞いたりとかっていうのも。あ、やっぱ主にやっぱそこプレイリストが探してる、はい、森さんも。そうですね、それとか、あとは小峰さんのタワードワーズ。あ、本当ですか、ありがとうございます。いい人出てきちゃった。本当ですか。来たなって。いや来たなみたいな、いずれもかみたいな。じゃあこれテム君最近来たなと思ったのは小峰セレクトから誰かいる。浦上聡輝さん。あ、浦上聡輝さん、はい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 、もうなかなか天才な人ですよね、はい、これは逆に私があのその
その人が何見たりとか知って育ってきたのかなっていうのを知りたい。へえ、面白いね。そういうつながりもどんどんセンサーできていったら面白いですね。面白いですね、確かに。アーティストごとに新しいアーティストがどんなこと考えてんだろうみたいな話もさ俺はどう考えてもニュービー坊人の曲の方がどんなこと考えてんだろうって基本はみんな思うんじゃねえかあれ何年間に何回しかライブできてなかった、ね、7年間に2回なんで割るとんオリンピックよりはやってオリンピックよりはやってる、うん、そうだよね。いやこれはもう1年8ヶ月いつフジロックでやるんだ3回目フジロックだったらすげえよ本当にね大抜擢水野さん本当にそこで消してアイヤーって言った曲はなーっつってアイヤーじゃないからそこはね。いやーそうですね。いや面白いですね。舞台は本当に結構ニュービー坊人で海外からの反応あったりしますやっぱこれくらいのサウンドスケープだと。水野さん、まあ、インスタとかで最初本当インスタしか活動してなかったんですよ。インスタにトラックどんどん載せてフォロワー増やして初めてライブしたら結構呼べたみたいな感じだったんですよ。はいはいはい、はい、そういう時はもうだからインスタでは結構海外の人すごいいいねしてくれましたね。へえ、そうなんですね。やっぱ結構そういう東南アジアとか多いんですか。ああそうですね、スポティファイのやつとか見てると結構台湾とかインドネシアもそうなってきてる感じするんですけどね。結構ヨーロッパの方も本格的なその電子音楽とか、うん、あの発達してるところからも結構評価得られそうな感じもしますが、そことからあんまりアプローチはないですか。うん、そうですね、なんかそのすごい昔に本当結成したての頃にイギリスのアーティストとリミックスし合ったりとかはしましたね。サンクラに乗ってたりとかして、うん、あサンクラ、あへえ、うん、そうなんですね、すごいな。結構グローバルやっぱ活動されてるんですね。ね、もっとなんかしていきたいなって気はしますけど。それリリースはなんかそういうグローバルのことを意識してやってるんですか。いやなんかそこどうなんですかね、まあ、一応日本語詞にこだわってはいるんで、うんうんうん、まあ、言語ねこう壁越えれるとは思うんですけどね、うんうんうん、まあ、そこはあえてだから英語にしようとかとは思ってないんですけど。へー、うん、面白いな。まあ、でもそれでも聞いてくれるんじゃないかなと思ってますけど ね、 そんな感じはしますね、うん、ちょうどハッシュタグ SD89 のうさぎの耳さんがやばいスピーカー搬入して爆音の音響ライブとか良さそうねっていう風に、まあ、まさにね小峰くんが2回のうちの、もう貴重な1回、ね、いやーバキ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 ってなってる。見たいわ、壊れるドラムが見たい見たい。いやー下北沢ガーデン、あー違う、あの時はガレージですね。ガレージでやばそう、バキ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 ってやりましたよ。本当にいいね、すごいかったですけ ど、 すけどあのこの次の曲は最近お気に入りの曲ということで、ニュービーボーイズの皆さんが、ね、うん、じゃあ聴いていきましょうか。これはじゃあ誰が紹介してくれますか。河合さん、はい、お願いします。ロイ・ブレイヤーでファンタジア。いやもう最後に来たよ、またこれあれですよ、ベトルームポップのアーティストですね、うん、ロイ・ブレイヤーね、かっこいいね、めちゃくちゃかっこいいですね、うん、新曲本当に。いやこれが今回の新曲のインスピレーションもうなってますね。ああそうなんですね、はい、こういうサンプリングの仕方で色作ってる、はい、面白いっすね。いやー今まで来ましたけど、ここまで来ましたもうあとちょっとでもう終わってしまいますがいや早い、もう早いじゃ早いんですけども、ハッシュタグ SS897 ハッシュタグコミネのランっていうのもつけてもらってますけど、ジョニー高さんが Spotify フォローしましたっていう、ね、ニューヨージそりゃするでしょ、ありがとうございます、ね、いや日々さんもライブ経験3回だけど、そのうち1回はフジロックだったよって言ってみたいなみたいなもう押し上げようよその流れをね、これ今もうほんとみんなホワイトステージ聞きてえなーとかって言ってたもんね俺はだからスクエアプッシャーと一緒に聞きてえもうそれこそいろいろ壊れてる。もう耳が痛いのかお腹が痛いのかちょっとよく分かりませんみたいなもうなんかもう天空が切れちゃうぐらいの感じの、そうそうそう、だって出し切れるじゃんあのステージだったら音がさ、うんうん、抜けるし、そう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 、こうオラオラっていう、でもだけど声はすごいこうスカッとユーザーのね、いく感じでございますのでいやこれはじゃあ無謀なちょっと質問ですけど、次回のライブ予告はないんですかね。そうですね、そうですね、いつかな、半年後いつかな
機材揃えないと。テム君がだからあの小さくしないとでしょ。モバイルセットっていうのをね。モバイル。インター FM のスタジオでやってほしいな。確かに。じゃあ全然中の人入る場所ないんですけど。もう全どこもカメラ映しきれないんですけどみたいな。そうね。あのセッティングに6時間かかりますとかいうたまにありますけどね、そういうね。いやそうですね。ねさああっという間でしたけれども、京都の水野さん最後一言じゃ、はい、まずいただいてもいいですか。今後このニュービー法人の活動について何かあったら。いやもうそれはない、ね、もう時間ないもん。あ、違う違う、うんうん、一言ずつもらいましょう。まああの曲順にみんなでなんかそれぞれ作っていこうっていう一応フェーズになってるんで、まあ、次はおそらくテムの曲かななんて思って、うん、まあ、最後は自分の曲でそれぞれのなんか色が見えたら面白いかなと思ってますんで、あとですね、あのライブでいっぱい売ろうと思ってたロンティー全然売れなくて困ってるんでそれ、ね、ライブしねえからな、うん、そうちょっとあのツイッターでチェックしてください。いやぜひリーダーっぽかった今の、うん、最後に。いやよかったですね、来てますよ僕今、はい、じゃあ河合さんお願いします一言。そうですね、まあ、さっき言ってたライブの話とかも、ね、できるように、していきたいですし、あとさっき言ってた制作も順々に出てくると思うんですぐ、出せればいいなと思います。さあ最後テム君お願いします一言。新曲フォワードたくさん聴いてください。イエーイ、